今日は御嶽山を見にやってまいりました。現在8時46分、気温20度。フルメッシュジャケットで来たのでちょっと寒いです。一応中にフリースとウィンドブレーカー着てますけど、それでも日差しが当たってないとちょっと寒いですね。まあ日中はもっと気温上がると思うんでちょうどいい感じにはなると思うけれども、今のところちょっと寒いかな。開田高原、今日途中19号でネズミ捕りやっとったな。直前で気づいたでスピード落としたけど、時速制限速度50キロのところを60キロぐらいで走っとったけど、おお、この辺でもなんかいいな。これ白樺、まあ、こういうとこは好きだな。気持ちいい。地蔵峠、ああこっちか。今日は地蔵峠はいいや。あ、鼻がかゆい。あんなところにトイレが。今日はツーリングするにはいい日じゃないでしょうかね。木曽馬の里、こっち木曽馬が見れるんか。御嶽山、今日は見えますよ。ただマックスレンズだと、マックスレンズ 2.0 光学だで、ちょっと小さく映っとるかな。あーすげえ、今日はくっきり見えるわ。へー、去年来た時はでもこんな風に見えんかったてな。去年は夏に来たんか。まあよそ見脇見はよろしくないけど、お見えます、御嶽さん。いいね。ここにもトイレあります。車中泊しとる。キャンピングカーですか。おう、御嶽ここでも見える。これはいいぞ今日は。おう、ばっかり言っとるけど、
おお、また見えます、御嶽山、チラ見、チラ見せ。あんまりでも後ろから車もバイクも来んな。まだ9時だでかな。おう、ここもちらっと見えます、御嶽さん。ここは右へ左へカーブが、気をつけましょう、対向車が怖い。何が音立てとるんだこれ。スマホホルダーか、クシャンクシャンって。スマホホルダーだよな、音の元はだな、おそらく。御嶽広がる、見える御嶽千脚あり。こっちからはどうだ？より近いで。たけしさん。いいっすね。もう一つ御嶽見えるところへ行きますかね。思ったよりいないな人。
今日は富士山を見に行こうかどうしようか迷ったんだけど、富士山の方はね、富士宮市で検索すると天気曇りになっとったんだよな。それでこっちの方は天気が良さそうだったのでこっちに来ました。まあ、晴れてるし正解ですね。それほど人もいなかったので、富士山の方は混みそうだもんな、道路とか。そのうちまた見に行きたいけど、今日はこっちで正解です。おー、ここも展望台あるけど、まあ似たようなもんだよな、ここも。なんか、あれ？こんなんでしたかね。前来たとき、あれ？なんかお賽銭箱かなんかあったんだけど。思ったけさ。どうちゃうか。よし、行こう。ネクスト。気温23度。日が出てくるとだんだんちょうどいい具合の気温になってくるな。ここも振り向けば御嶽山が見えるはず。ここに止めて、ほら、来るかな。御嶽からのフォルツァ。疲労点で撮影。バイク来るか。で今は12マックスレンズ、モッド 2.0 マックスレンズモジュールか 2.0。 ぼやちょっと汚れとるけど、よっしゃ、そう、もうちょっとのんびり眺めてたいけど、今からの麦峠へ行きます。